月24日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。本日は南部のザポリージャ州とヘルソン州方面の情報がほとんどないため、それ以外の地域の戦況に絞ってお伝えします。まずは注目したい事柄です。ウクライナ軍はドネツク州の北部でロシア軍の防衛線を突破して、一気に前線を 10km 北に押し上げ、8つの拠点を奪還しています。ウクライナ軍はリマン、ヤンピリの北側を大きく回り込むように東に前進しつつ、直接背後から攻撃すべく南にも前進しています。詳しくは地域別戦況でご説明します。ノバカホフカの破壊された橋の横に仮設橋が2つ設置されたという情報を写真付きで以前お知らせしていますが、ウクライナ軍は連日砲撃を行っていますが、一つの仮設橋はまだ使用可能なようです。この写真のどっちの橋が使用可能なのかについては分かりませんでした。衛星写真等新たな情報が入手でき次第お知らせします。ロシア軍はこの仮設橋がかかっている運がそのものを埋め立てようとしているようで、使用不能になっている仮設橋付近に土砂や砂利を流し込み始めたようです。ウクライナ軍は仮設橋を狙った砲撃も行っていますが、輸送部隊の車列も直接標的にしています。ウクライナ軍は23日の夜もこの付近を攻撃した模様ですが、結果についてはまだ情報が届いていません。またロシア軍は相変わらず橋家を使ったフェリーを運航していますが、このフェリーや桟橋もたびたび標的にされており、攻撃の都度犠牲者が出ていますが、ロシア軍は何度攻撃されてもフェリーを復活させています。正直この粘り強さには感心します。イランの廃海自爆型 UAV が本格的にウクライナ領内で使用され始めており、多くはウクライナ軍防空部隊により撃墜されていますが、何機かは防空網をすり抜けて着弾しており、ウクライナ側にも被害が出始めています。ウクライナ軍は23日の日中だけで徘徊型ドローン6機とスホーイ25攻撃機1機の撃墜を報告しています。ウクライナ政府はイラン政府に対して制裁に出ており、駐ウクライナ・イラン大使の承認を取り消し、大使館の外交官の数についても減じる決定をしています。日本政府も怒りを相手に伝えるときはこれぐらいのことはきっちりやるべきでしょう。射撃レーダーを照射されても口頭での抗議しかできない政府では日本国民を守ることはできないと思います。相応の制裁を科しても反省しない国とは付き合う必要はないでしょうから、縁を切るべきだと個人的には思っております。ロシア政府は元軍人の予備役30万人の動員を決定しましたが、昨日お伝えした通り、元軍人の予備役以外の一般国民多数にも招集令状が交付されており、デモに参加して逮捕された人物には、その場で招集令状が渡され、帰宅を許されず、そのまま軍に送られていたりするようです。もはや、完全に拉致ですし、トラブルが続出している模様です。このトラブル続出の背景には、ロシア軍の募集事務所職員のレベルがとても低いことが原因であるとするロシア人ブロガーの投稿も行われており、賛同する意見が多数寄せられているようです。募集事務所職員のせいにして、プーチン政権を守ろうとしているのかもしれませんので、鵜呑みにしてはいけません。また、今回の動員令の秘密条項には、100万人の動員が可能な条項も存在しているようで、100万が可能なら、さらにちょっと変更するだけで、
それ以上の動員が可能なわけで、予備役だけでもないし、30万人でもなく、事実上の総動員令であることが、世界中にばれ始めています。ロシア軍の予備役は、2500万人とされていますが、それ以外の国民まで動員するとなると、膨大な数の国民が対象となります。ロシア側は、これまでに、事実上の総動員令に向けて、準備を進めていた可能性が高く、軍服などの個人装備は、すでに用意されているようです。しかも、すでに、国境から 30km 以内の基地にも、徴集兵が集められている模様で、再訓練は最低限の期間で、前線に投入しようとしているかのようです。今、ご覧の写真は、画質が悪いのですが、ウクライナ国境から約 30km のベルゴロド州のソロティ基地に集められた徴集兵です。この基地の所属部隊は、第3自動車化狙撃師団となります。徴集兵たちは、武器さえ渡せば、すぐに戦場に行ける装備を身につけています。この基地の場所は、オスキル川の上流あたりとなり、戦場に極めて近い基地で、数時間のトラック移動で戦場に着けるでしょうし、徒歩でも2日あれば、一番近い戦場に到着するでしょう。ロシア側が大量の人員の動員を始めたということは、戦術も大きく変わる可能性が高く、より凄惨な戦いになるような嫌な予感がしています。ウクライナ軍には、敵弾や軽迫撃砲、機関銃など、1km 以内の戦闘で、戦闘員を無力化するための装備を増やした方が良いのではないかと思ったりします。欧米の専門家が、予備役を再訓練するのに、2、3ヶ月程度はかかると言っていましたが、どうやら、ロシア軍は、そのような悠長な計画は、立てていないような気がします。クリミアでは、ロシア国籍の男子は、クリミアを出ることができなくなりました。クリミア半島を出るには、軍の許可が必要となりました。クリミアに限らず、ロシア領内では、出国するための航空機チケットも、18歳から65歳の男性への販売が、22日から停止された模様です。21日に購入した人は、すり抜けた感じですが、招集令状が出ている人は、空港で捕まると思います。ロシア政府は、表向き予備役の動員と、緩やかな表現にとどめて、動員令を出していますが、出国停止などの措置を、次々と実行しており、プーチン政権は、大きな勝負に出た気がします。国境付近の道路では、渋滞が続いており、航空チケットを買うことができた人の出国は続いています。ロシア国民の反対意見を押さえつけて、この動員が成功するかどうかは、もう誰にも予測がつかず、賭けに近い気がします。ロシア国民はどう出るでしょう。ちなみに、ウクライナは2月の開戦時に、18歳から60歳の男子の出国を禁止しています。つまり総動員令は発令済みです。攻められた側ですから、当然といえば当然ですが、日本はこういう時にどうするのでしょう。何も決められていません。ロシア軍の動員に対して、東欧、北欧の各国は危機感を募らせているようで、それに対応して NATO も部隊を移動させ、東欧に部隊を増派している可能性があります。ポーランドでは、米軍の大部隊が移動しているとの投稿があり、動画も撮影されています。今ご覧いただいている映像ですが、23日の夜に撮影されたものです。この映像だけで、大部隊の移動なのかどうかは判定できませんが、米軍部隊が移動しようとしているのは間違いないでしょう。それでは、各地域別の戦況です。東部ハルキウ州、東北ルハンシク州北西方面。
ドボリチナの状況については、本日は情報がありませんでした。情報が入り次第にお知らせします。クピャンスク東側に対しては、23日もロシア軍地上部隊による攻撃がありましたが、この攻撃もウクライナ軍により撃退されています。ボロバ方面の状況も、本日も情報がありませんでした。東部イジューム東、スラビャンスク北、北東方面。昨日、未確認としてお伝えしましたが、情報が確定しました。ウクライナ軍は、ロシア軍防衛線を突破し、一気に前進しています。クリムキー、コロビルヤールの町は、22日時点では、ウクライナ軍は完全に奪還していました。ウクライナ軍は、その後、さらに、北と北東に進撃し、ロゾベ、ボブチーヤール、タルピフカ、リドコドッブを完全に奪還しています。リドコドッブに到達したウクライナ軍部隊は、休むことなくさらに前進しており、東と南に進んでいます。オレクサンドリフカ、ノボサリフカ、ドロブシャバ、リマン、ヤムピリなどのドネツク州北部で抵抗中のロシア軍部隊は、北側連絡線を遮断されつつ、包囲されるような状況となっています。リマンでは、ロシア軍が抵抗を続けていますが、ウクライナ軍は、リマンの西から北側に回り込み始めており、リマンを包囲する構えです。ロシア軍は、リマンとドロブシャバの間に、ウクライナ軍部隊が進出して、ドロブシャバとリマンとの連絡線は、すでに断たれているにもかかわらず、なぜか、無謀にも、ほとんどウクライナ軍に制圧されたドロブシャバに対して、北東から反撃を試みており、夜になっても、ドロブシャバの北東の市街で、市街戦が続いています。ドロブシャバに反撃を入れるくらいなら、リマンの北に回り込もうとしているウクライナ軍の側面を北から攻撃した方が理にかなっていると思いますけど、不思議です。ウクライナ軍は、ドネツ川のプリシベ付近に設置した仮設橋などで、機械化部隊の増援を送り込み続けており、このドネツク州北部地域から反撃を拡大、加速させる方針かもしれません。リドコドッブに進出した部隊は、東と南に分かれて進撃しており、南に進撃した部隊は、ゼルナドリナにすでに攻めかかっているという情報もありますが、これは確認できていません。東部スラビャンスク東、リシチャンスク方面。ロシア軍の砲撃があり、係争地としてマークしていたミコライフカですが、別のミコライフカでありました。場所で言うと、ここです。したがって、ミコライフカの係争地マークを外して、領域についても元に戻しています。ミスが多くて申し訳ありません。ロシア軍は、スピルネに対して、ミコライフカの方向から、攻撃を行いましたが、この攻撃はウクライナ軍によって撃退されています。2日前にスピルネからベレストーブ方向に前進していたウクライナ軍の続報はなく、現時点で不明です。リシチャンスク、クレミナ方向へのウクライナ軍の状況については、今日も情報がなく不明です。戦闘は続いているようですが、状況は全くわかりません。東部バクムット、アルチェモスク方面。ソルダー市とバクムツク市では、再び両市に対して攻撃が始まりました。21日には、一度バクムツク市に攻撃がありましたが、ソルダー市には久々の攻撃です。ロシア軍は部隊を入れ替えたり再編成していたりした可能性が高いです。23日、ロシア軍は
バフムトの東側へ攻撃を仕掛けませんでした。ウクライナ軍は交差点付近でロシア軍を押し戻しており、この攻撃軸のロシア軍はかなり消耗している可能性が高く、こちらの部隊も再編成している可能性が高いです。エセラドリナへの攻撃は行われませんでした。ザイテベーは23日もクリノベの方向から攻撃がありましたが、この攻撃も市街に到達することはできず、郊外のウクライナ軍陣地で撃退されています。オドラディウカに対しては、23日もコデマの方向からロシア軍地上部隊による攻撃がありましたが、この攻撃は撃退されています。クリュミフカに対しても地上部隊の攻撃がありましたが、この攻撃はウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍は町の郊外で撃退されており、町に届きませんでした。マヨルスクに対しても数日ぶりにロシア軍地上部隊の攻撃がありましたが、いつも通り町の郊外の陣地で撃退されています。東部ドネツク方面北側。昨日のヤシノバタの情報については確認が取れず、かつ追加情報も見当たらないので、誤報の可能性が高いです。よって戦況図から削除しました。23日、ロシア軍はこの地域でいくつかの攻撃を実施しています。バフムト方面やリシチャンスク方面に部隊を抽出した後に再編補充していたようですが、それが終わったのだと思われます。ロシア軍はアウディーユカの北側にあるカミアンカに対して東側から地上部隊による攻撃を行いました。この地域に対する攻撃はかなり久しぶりですが、やはり撃退されています。ロシア軍は23日、アウディーユカに対しても地上部隊による攻撃を行っていますが、この攻撃もウクライナ軍の守備隊により撃退されています。ロシア軍はさらにオプトネに対しても久々に地上部隊による攻撃を実施しています。ウクライナ軍はこの攻撃も郊外で撃退しており、ロシア軍はオプトネの市街に入れていません。東部ドネツク方面南側。ノボミハイリフカに対して本日もロシア軍地上部隊の攻撃が報告されています。攻撃はウクライナ軍守備隊によりいつも通り撃退されており、ロシア軍は前進できていません。ドネツク州北部での反撃がどのように進むのか気になります。明日をお楽しみに。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。